ジャン・マルク・バールは、西ドイツ・ライン・ラントップ・ファルツ・シュー・ビットブルク出身の、俳優、脚本家、プロデューサー、映画監督。主に、フランス映画界を中心に活躍している。ドイツ系のアメリカ空軍軍人の父とフランス人の母の間に生まれる。ドイツ、フランス、アメリカを転々とした後、サンディエゴに落ち着く。UCLA、パリ国立高等音楽、舞踊学校、 ソルボンヌ大学を経て、ロンドンのギルドホール音楽演劇学校で学ぶ。ここで後に夫人となる、ユーゴスラビア人ピアニストと知り合う。1986年からパリで舞台から俳優活動を始める。1988年、リュック・ベッソン監督の映画、グラン・ブルーの主人公、ジャック・マイ・オール役にオーディションで選ばれ、映画のヒットと共に大きな注目を集める。他には、 ラース・フォントリアー監督作品への出演が多い。監督としては、ラバーズ、セックス、エル、アメリカントランスレーション20歳の共犯、告白ファミリーレポートなどがある。その多くが、パスカル・アルノルドとの共同監督であり、ラバーズ、セックス、エルにビーイングライトを加えたものが自由についての三部作と言われている。英語とフランス語に堪能。ありがとうございます。